こんにちは、ブルーホースです。今回はね、バイオハザードで自己プレイしながら人生相談に乗るというゲームと人生相談を掛け合わせたね、やっていきたいと思います。急にそんなことやるのってことなんですけど、まあありがたいことにね、結構人生相談的な話を、まあ、個人的にいただくことが増えましてですね、まあちょっと募集をかけてみたら、まあ、15個くらい のお悩みっていうのが載ってるのに、まあ、でそれをまあただね、なんか言われてるみたいにこうマインドマップにして伝えてやっていくっていう感じよりも、なんかこうフリースタイルで答えていく方がいいかなって、なんか人生相談で肩にハマってこんな風にやったらいいよっていうのが、まあなかなかね答えとして用意しておくのが難しかったんで、まあちょっとね気楽に言ったら、まあ悩み相談をしてくれた人にとって若干失礼かもしれないけど、まあちょっと僕なりのやり方でやっていきたいなと思ったんで、まあ今回ちょっと自分が今ハマっているゲームですね、プレイをしながら人生相談をやっていきたいなというふうに思います。まあもう一つは何だろうな、もう去年までは顔出しをしながらね、画面越しね、ペロップをつけながらベラ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 喋ってたっていうのもあるんですけど、それをやってっていうのもちょっとどうかなと思って、ね、まあまあ、ね、例えばダイゴさんとかね、ひろゆきさんとかそういうのやってたりしてますけど、まあ、僕は別にね、顔出し使用してね、みんながキャキャキャ喜ぶほどのものでもないし、と思ったら、まあなんかこうね、ゲームをまあ見て、リラックスしてもらいながら、かつこう自分の人生に相談してもらえるっていう、まあ両方の掛け合わせがあった方がいいのかなと思ったので、まあ、こんなスタイルっていうのを取らせてもらおうかなっていうふうに思います。で、まあ今手元に15個くらいの人生相談が来てるんですけれども、お悩み相談が来てるんですけど、まあのこの、まあ、ワンプレイが終わるまでは募集を続けますので、まあ、Twitter の DM なり、それから YouTube のコメントなりで、いろいろとコメントをいただけたら、それも回答の一つの対象としてやらせてもらえたらなというふうに思ってますので、どんどん募集お願いいたします。募集というか、まあ、コメントお願いします。ということでね、今回は、まあ、第1回目ということで、まあ、大体1パート20分から30分くらいで、まあ、1つ2つくらいお答えができたらなっていうふうに思いますね。はい、まあ、区切りのいいところまでプレイをしていくっていう、そんな感じですかね。ということで、まあ、プレイが始まったということなので、まあ、不気味なお話もしつつですね、ちょっと水分補給をしたら早速始めていきたいと思います。Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it. Thank God. We moved here so she wouldn't have to deal with any of that. Remember? There's nothing wrong with my memory. めちゃ切れてる。はい、ということでね、早速やっていきましょうか。じゃあ第1回目ですね、記念すべき第1回ね。But I'm not paranoid. I'm just cautious. あれどこ行った？あった。ででん。で、今日やりたいことをよくリストアップするんですが、それをもっと素早くこなしていきたいと思っています。いつもダラダラしてしまって、なかなか手につけることができなかったり、まあ、深夜の寝るギリギリまで伸ばしてしまったりしてしまいますと。簡単に言うと、トゥードゥーリストを素早く終わらせていくためにはどうしたらいいのか教えてくださいということですね。まあ、これはね、なかなか、色とたくさんの人が持っているお悩みなんじゃないかなっていうふうに思いますね。こう仕事とか、それからも学校の勉強とかでも、なんて言うんだろうな、今日はこれをやるぞって意気込んでね、朝起きた時とか仕事始まる前とかね、勉強始める前にこの教科とあの教科やったりとか、この人を立ててあの会社に訪問しに行ったり、これ作ってあれ作ってとかって、いろいろとねリストアップをするんですけど、まあ、なかなかうまくいかないっていうケースは多分あると思うんですよ。で、人間って、まあ、計画通りにいかない人間ですって言ってしまえばその通りなんですけど、なんだろうな、まあ例えば自己啓発本とかでうまくいく人たちは、こんなやり方で私たちはうまくいきましたとかってね、私はうまくいきましたなんてことを書いてるんですけど、まずはそういうのを参考にしてもらうっていうのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思うんですが、それを言ってしまったらね、わざわざそうおめえに相談する意味ねえよって思われちゃうんで、じゃあどうしたらいいかっていうと、まあいくつかまず一般的な、まあ、自己啓発に書かれている内容でお答えをしていくと、一つはマトリックスを作りましょうですね。縦軸と横軸に線を引っ張ったものを、まあ、紙かなんかに、ね、線を引っ張って、で、縦軸が重要度、横軸が緊急度みたいなものですよね。っていう風にすると、一番右上が
緊急度も高くて重要度も高いから一番最初に手をつけなくちゃいけないことっていうものですね。それから、一番左下が重要度、緊急度が低いものだから別に今すぐならなくてもという、まあ、そんな感じになりますよ。で、その時にじゃあ重要度が高いものと緊急度が高いものとどっちにから手をつけたらいいのっていう課題が結構残るんですよ。そうなると重要度高いもの、緊急度高いものを両方とも高いものを手をつけなくちゃいけないっていうのはもう言うまでもないですよね。じゃあ緊急度と重要度って言ったらどっちがいいかっていうと、個人的には緊急度が高い方がいいかな。緊急度ってなんかいつまでに終わらせなくちゃいけないっていう、それは期限とか能力が来ているものだと思うんですよね。でそうなった時にそれを過ぎちゃったらやばいから緊急度が高いわけじゃないですか。うん、やらなくちゃいけないレベルが重要度が高いのかもしれないですけど、やっぱり期限がはっきりといつまでにやらなくちゃいけないっていうのも決まっているものの方が、まあ、いつ終わらせたらいいのか、どのくらい手をつけたらいいのかっていうのが、まあ、はっきりと明確に決まっていると思いますんで、個人的にはまあ緊急度が高いものから手をつけてやっていく方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。これがまず一つ目、マトリックスを作りましょうと、重要度緊急度の位置づけのものを考えて、当然重要緊急の両方高いものから手をつけつつ、じゃあ重要度と緊急度とどっちかが高いところだとどっちがいいのかっていうと、緊急度が高いものを選びましょうというところです。それから二つ目はやらないことリストっていうのを作りましょうっていう話ですね。まあよく言うんですよ。なんかね、やりたいことばっかりをこう、ピックアップしていっても、どうしてもついついね、人間って楽な方だったりとか、頭を使わなくていい方にこう、流れていってしまう生き物になっちゃうんで、そうすると、まあ、例えば、ダラダラとスマホを知るとか、それからまあ、ダラダラと YouTube を見てしまうとかね、それからまあ漫画読んだりとかお酒飲んだりとかこすったりとかっていう風に、まあ、そっちにどうしても人間移ってっちゃうわけなんですよ。誰が好き好んでしんどい思いして仕事をしたりとか勉強をしたりとか、それからなんか時間かけてお金かけて料理作ったりなんか DIY みたいに何か物を作ったりするかっていうと、なかなかそうはしないじゃないですか。でなんかね、あなた休日にはトイレに棚を作ってくれるって言ってたじゃないって言って、ああ、そういえばそんな約束してたな、しぶしぶって言われるまでやらないみたいなね、トゥードリストの中の一つとして。人に言われたからなんとかやるかって、でもそれ、奥さんに言われなかったら、いつまでたっても作らないで、タバコふわーってやっちゃってるわけですよね。だから、その中でタバコを吸うこととか、スマホをダラダラ見ちゃうっていうふうに、やらないリストをまず作りましょうっていうのがあるんですね。そうすると、おのずと、やるべきことリストと掛け合わせるときに、あ、これはやるべきことリストをやってるときに、やっちゃいけないなっていう、まあ、優先順位を明らかにすることができるんで、そういう方法っていうのも一つ必要ではないかなっていうふうには思ったりしますね。うん、ただ、やらないことリストって、なんかね、ピックアップする人って結構いるんですよ。なぜかっていうと、最近はその心理学とか脳神経科学とかっていうので、そういうのを、なんかマルチタスクをやっちゃいけないとか、まあまあ、認知が高まってきたんで、そうすると、人間の脳って一つのことしか処理をすることができないんで、同時に複数のことを一緒にやるっていうのはまあなかなかできないと、そうなった時にやらないことリストを立ち上げるっていうのはまあ非常にいいというふうに、まあ意識が皆さん向くようになってきたんで、やらないことリストはだいぶ作る癖っていうのは多い人、多い、増えた、まあ増えたんじゃないかなと思うんですよね。じゃあそうなった時に、結局やらないことリストっていうのを作ってもやっちゃうんですよ。スマホダラダラ見ちゃいますし、YouTube で長々見るし、まあ、YouTube とか Netflix とかね、動画系をやれたら見ちゃうし、なんかタバコも1本吸い始めたら2本目3本目いいかなとか、お酒も1杯飲んだらワイン2杯目3杯目とかやっちゃうんですよ。ってなった時にどうしたらいいかっていうと、やりたくないけどやっちゃう、やらない方がいいって分かってるけどやっちゃうっていうリストを作った時に、それにどのくらいの時間とか量とかがかかるかっていうのをあらかじめ盛り込んでやるべきことリストっていうのに取り掛かっていくっていう話です、ね。例えば1日1時間ついつい動画をダラダラ見てしまうんだったら、1時間のその無駄だってご自身が自覚している時間を含んだ上でやるべきことリストっていうのをどう組んでいくかっていうのを盛り込んでやってしまうということなんですよ。だから初めから、トータルで自由で使える時間が、まあ、1日3時間ありますと、3時間のうちにその自分が、まあ、日常的にやりたいなと思っていることがあったとして、それを、
まあ、A とか B とか C とかやりたいなってことがある中で、でもついつい気づいたら、なんかもう、スマホダラダラ見てて、1時間経っちゃったとか、1時間半経っちゃったっていうのであれば、じゃああなたが自由に使えるやるべきことリストに取り組む時間っていうのは、1時間半だと考えて、1時間、その半分の1時間半は、やっちゃいけないって分かってることに潰れてなくなってしまうっていうことを織り込んで、やるべきことリストっていうのをぜひ立ててもらえるといいんではないかなっていうふうに思います。まあ、そんなところですね。まあ、結構、僕なんかも仕事でものすごい今タスク抱えたりしてるんですよね。うん。で、タスク抱えている中で、どうしてもやっぱり、これをやらなくちゃいけないって分かってるんですけど、ちょっと休憩って言ってね、自分に甘えてしまって、いろいろ本来はやらなくてもいいようなことを、だらだらやってしまったりとかあるんで、そうなった時には、まあ、初めから、じゃこれだけのことをやる時間だった。例えば、まあ、電車の移動時間もリラックスに使うとかね、電車の時間くらいはやるべきことリストから外れたことをやって、リラックスしようとか、そんな風に考えたりして、ね、はい。だから、結論をもう一回まとめていくと、一つ目がマトリックス作りましょう。二つ目がやらないことリストを決めましょう。そして三つ目にやらないことリストに上がっているものにどれくらい時間が割かれてしまうのか、あらかじめ織り込んでみましょうというところです。いかがでしょうか。はい。ということでね、一つ目のご質問に答えさせていただきました。ねえ。と言ってる間に暗闇の中をいそいそと歩いているわけなんですけど、どうでしょうね。うん。まあ、こういう悩みを相談してくれた人がね いる中で、別でその見てくれた人が、あ、自分もそういうことあるわっていうので、まあ、役に立てばより嬉しいかなっていうふうには思ったりしますけどね。はい。ということなので、まだまだちょっとセーブポイントまでが遠いので、これ第1回目のね、セーブポイントに行くまでが結構長いので、最初は、続いての質問に行きます。じゃあ続いての質問は、ババン。あ、めっちゃシンプル。自分が生涯をかけて打ち込むことの見つけ方を教えてくださいっていうことで、ね、なるこれは、シンプルだけど、広くて難しいお話ですよね。ということで、皆さんは生涯かけて何か、人生かけてやりたいこととかありますかね？なんか、何かの賞を取るとかね、あとは何だろうな、何か開発、世界、人類とか世界を救うような大きな開発をしてみたいとかね、ちょっとお水飲みます。失礼。というところなんですけど、まあ、大体僕もコーチングをさせてもらっているんで、こういう質問で、その生涯をかけてまで、その広いスパンとか長いスパンとかで来ることっていうのはまあないんですけど、まあ、まあ時々はやりますけどね。ただ、なんて言ったらいいんだろう、仕事とか、まあ、学校とか、それからまあ家族のこととか、それからまあ5年、10年スパンとかで目標どうしたらいいですかみたいな質問とかでよく来るんですよ。で、そうなった時に、目標、まず僕が、まあ、なんていうの、聞くのが、一つ目が、目標いるのっていう話なんですよ。これを言い始めたら、なんか、なんて言うんだろうな、元も子もないかもしれないんですけど、多くの人がね、なんて言うんだろうな、目標を立てても、結構目標って諸刃の剣で、達成できないまま、達成できない自分はダメだって言って、セルフコンパッションって言うんですけど、自分に自信を持つことをセルフコンパッションって言ったりはするんですけど、それがどん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 落ち込んでってしまって、で結局なんか一個一個目標立てるじゃないですか。目標を立てて、でもそれが達成できませんでした。じゃあ達成できない自分はダメなやつなんだって言ってどんどん落ち込んで、もうどうせ何いろいろ目標立てるところで達成できないんだから、もういいやって言って諦め癖っていうのがついちゃうんですよね。そうすると行動力も身につかないから、何もしないままで終わっちゃうというところなんですよ。だからそうなるくらいだったら、目標っていうのはある種いい意味で立てない方がいいという話も言えたりしますね。ところがこの人のね、考え的には目標を持ちたい、生涯かけて打ち込むことを見つけたいっていう話なんで、そっちもここで答えていくと、やることは一つです。たくさん触れてください。Oh, no. いろんなことにたくさん触れてください。はい。例えば、Who is? 生涯かけて愛する人を見つける、見つけて選ぶっていうのが結婚ですよね。No. Why would I? まあまあ今は多様化とか進んでき
きてるんで、結婚だけがその人の手段じゃないよっていうのもあるんですけど、まあまあまあ、ある種一つのゴールというか形が結婚なわけじゃないですか。ってなった時に、結婚をするにあたって、たった一人の女性とか、たった一人の男性とお付き合いをして見つけるっていうのって、まあ、相当パターンが少ないんですよね。多分皆さん、特に結婚されている方なんかは何人か、人によっては10人とか20人とかの人と付き合いをしてきた中で、あ、この人が私の運命の人だなとか、生涯かけてパートナーとして一緒に過ごしていきたいなと思って結婚をされるわけだと思うんですよ。ってなった時に、自分が生涯をかけて打ち込むことを見つけるっていうのも同じなんですよね。例えば、なんでしょうね、釣りとか、まあ、料理とか、それからまあ何かしらのスポーツとかっていうのを打ち込んで、なんか多分適当に2、3個やって、あ、なんかこれ自分に向いてないなって言って諦めてしまってるだけっていうパターンが多いんですよ。生涯かけてやろうと思うものを見つけようとしてるにもかかわらずですよ。になった時に、僕がいつもいろんなこのやりたいこととかが見つからないんですよねとかっていう話を振られる時に、どんなことを今までチャレンジしてきたんですかっていうと、大体片手で収まる程度しかチャレンジしてないケースっていうのが非常に多いんですよ。になった時に、やっぱり生涯って今の時代は、僕らが20代ですけど、やっぱり100年生きるわけなんですね。100年生きていく中で、あなたがやりたいこととかっていうのは、住んでいる環境とか、その時々の年齢とか付き合っている人たちによっていろいろと変わってくるんですよ。興味とか関心とかっていうのがね。ってなった時に、そんなすぐにこれだっていうのだけが見つかるかっていうと、そんなわけないんですよ。ってなると、まずは、まあ、ちょっと聞こえは悪いかもしれないですけど、手当たり次第いろんなことに手をつけてやってみるっていうのが大事になってくると思うんですね。で、生涯かけてやりたいことが見つからないんだよねっていう人は圧倒的にその触れてる数が少ないんで、まずはもうさっきも言ったように手当たり次第いろんなことに触れてみるっていう機会を作って、なんかこう一個ちょっとチャレンジしてやってみる。で、人間って結局これやり続けたいなとかあれやり続けたいなっていうのは、基準は2つで、得意なことか好きなこと、で、得意なことっていうのはもう一つ言うと、人から褒められるようなことですね。だから、自分は別に特にフィギュアスケートやりたいとか思ってないんだけど、でもなんかフィギュアスケートやったら、なんか人よりうまくできちゃうから、いろんな人に褒めてもらえるんで、やるんだよねっていうようなパターンって結構多かったりすると思うんですよ。そんな感じですね。なので、まあ、まずはいろんなことに触れる機会っていうのをどんどん作ってみるのがいいんじゃないですかね。どのくらい試しました？まあ、このね、あの質問をくれた人は、自分がどれくらいその好きなこととか生涯かけて打ち込むことを見つけるために時間かけたり労力を使ったりしたかっていう話なんですよね。ってなった時に、多分まだ見つかってないっていうのは、極端に、まあ、喧嘩売るわけじゃないですけど、言うとまだそこまで数かけてないんじゃないかなって思ったんですよ。どうですかね。で、多分その数を生きた。で、まあ、数じゃやっぱ ある程度当たるんですよ。言い方悪いけどね。というところなんじゃないですかね。どうでしょうかね。あとはそうだな、僕自身も今生涯かけてやりたいことっていうのが、まあまあやっぱりもうなかなかこれだって決定的なものは正直見つかってないんですよ。なんでかっていうと、やっぱりさっきも自分で言ったんですけど、その時々によってやりたいこととかっていうのがやっぱちょっと変わるんですよね。僕、幼稚園、小学校、中学校、高校まで、で、いろいろとやりたいことっていうのが、まあ、やりたいことというか、なりたいことっていうのが、まあ、いろいろと変わったんですよね。はい、です。そう、幼稚園の時は、ルパン三世になりたかったんですよ。あ、でも確か卒園アルバムには
あの、お医者さんって書いてあるから、お医者さんって書いてあるから。で、小学校に上がってからは何になりたいかっていうと、バスケットボールのコーチになりたいって書いてあったんですよ。で、中学生になってからは、社会科の先生、まあ、部活の顧問もやりたいって言って、バスケットボールも。で、社会科の先生にもなりたいっていう夢を持って、で、高校生の時には、社会科の部分っていうところに行きつつ、大学のね、行きつつ、ジャーナリストになりたかったんですよ。で、ジャーナリストになって、世界中にいろんなところ、なんかね、記者が適当なこと書きまくって、なんか真実なんか一つもないみたいな話がやっぱりあったりするんで、あったりしたんで、まあ自分が真実を伝えられる記者になるんやみたいなことを志してやったりしたんですよ。でそれぞれなんかやっぱりその生徒を育むとか、それからまあお医者さんとかね、患者さんの命を救うとかっていう、やっぱりいろんなこう夢とかっていうのがある中で、それぞれ生涯かけて打ち込むような職業に慣れてるじゃないですか。でもやっぱり自分が成長していくにつれて、いろいろとステージが変わっていったおかげで、まあやりたいこととかって打ち込んでみたいなって思うこととかって変わったわけなんですよね。だからなんか無理してこれだっていう、いろんなもの触れてみてくださいって言ったのもそういうところで、なんか無理してこれだっていうのを決めちゃうと多分しこるし、あとは人間ってね、これだって目標を決めてしまうと難しいところがあって、情報を取れなくなっちゃうんですよ。例えば料理をしますと、そうすると料理本とか料理に関する動画とか料理に関する番組とかっていうのはものすごい目につきやすくなるんですけど、それ以外に例えばなんだろうな、整理整頓の仕方に関する情報とか、営業に関するものとか、店舗経営の話とか、料理に関わる周辺の話とかっていうのは、全然その身に入らなくなってしまうっていう、みたい。あ？っていうね、諸刃の剣でもあるんですよ。これがその人間の言うところのマルチタスクができないよっていうところで、例えばじゃあ、今、皆さんが何かしら部屋にいるかと思うんですけど、その人、ちょっと周りを見渡してみてください。で、周りを見渡してみて、赤いものがどれだけあるかちょっと見てもらいます。失礼、ちょっとカットしてしまいましたね。まあもうイベントもスキップしちゃいましょう。はい、なんかいろいろと刺されて終わったっていう感じです。で、まあ、赤いものがどれだけあるかって見渡してもらったら、そしたら今パーって赤色のものをいろいろと見てもらったら、じゃあ緑色のものとか青色のものどれだけありましたかって聞くと、多分緑とか青とかあったっけってなるんですね。Hey, もし実験としては、皆さんスマホを多分手に持ってると思うんですよ。じゃあスマホのトップ画面を思い出してもらいたいんですけど、どんなアイコンがどんな配置で並んでいるかっていうのをぜひね見てもらいたい。見てもらいたいから思い出してもらいたいんですよ。見ちゃダメですよ。思い出してください。で、思い出した後にパッと、まあ後で今スマホでね YouTube 見てる人とかだったら後で見てもらったらいいと思うんですけど、答え合わせでまあパッとスマホをトップページを見たときに、Mother Miranda? 自分が普段使っているのをちゃんと再現できましたかね、頭の中で。なかなか多分7、8割の人はうまくいってないと思うんですよ。っていう実験プラスもう一つやってほしいのが、じゃあ今それを見た瞬間の時間何時でしたか、っていうと大概思い出せないんですよね。そうだから、スマホのトップ画面を見るっていうことに集中をしてしまうと、時間っていうのが思い出せないし、スマホの時間を見ると、今度はスマホのトップページが一体何があったかっていうのが思い出せないという、そんな感じになっちゃうんですよね。はい。というところなんですよ。面白いでしょ？だから、目標を持つっていうと、なんか一見聞こえはいいし、かっこいいから、なんかこのために頑張るんやみたいな風になれるんですけど、一方でやっぱり情報が取れなくなってしまうっていう一つのね、まあ、諸刃の剣みたいなところでもあるので、まあ、そのあたりをまあ加味した上で、目標、まあ、人生涯かけてやりたいことを見つけるかどうかっていう
のをね、最初に決定してもらえたらいいかなと思ったりします。ということで、本日の動画はね、以上となります。2つね、質問にお答えすることができましたので、次回の動画でまた、答え、続きの回答させてもらえたらと思います。お悩み相談もね、どんどんぼしぼし、どしどしと応募しますんで、ぜひぜひ、皆さんからもお悩みお待ちしております。ということで、本日の動画は以上です。さよなら。バイバイ。